博多花丸、大吉が20日放送のフジテレビ系、サンマのまんま SP に出演した。大吉が会話のところどころに丁寧なフォローを入れることに、サンマがオンエア男やなと笑った。大吉は自分でも気になり出したんですけど、NHK の朝が7年目で、言い切っちゃダメとかと、テレビでの言葉遣いが縛られてきた時代を語ったサンマが、おいら、それができない時代の人間やから。 失敗したらしゃあないっていう、今まで良かった言葉がダメになってんねんからね。合わしてられへんもんと語ると、花丸が10年前の2014年に、ザ漫才で優勝した際の漫才ネタを例示した。乾杯の温度で、スピーチとスカートは短い方が良い。っていうつかみから入ってたんですけど、今では、セクハラなんですよ、もうと語り、サンマがそんな、おもろいのに。と返して笑わせた。 大吉が今見たでしょと花丸が話した直後は観客が息を呑んでたと説明花丸が心から思ってるわけじゃないですよと笑わせたコンビでスピーチとスカートは僕らが考えたんじゃなくて昔からある挨拶と訴え漫才ではセクハラっぽいからパンツルックが好きな私はどうしたらいいんでしょうで返しネタもつけてるんですと説明 それでも現代ではトータルでセクハラになる。だからやってないと語った。サンマがいただいてもいい。と笑わせ、大吉はサンマさんならいけるかと応じつつ、一回福岡のとある市長が僕らの漫才のネタからパクってどこかの公園でこれ言ったんですよ。応援状して辞任問題にまで発展したんです。とんでもないセクハラ市長だってと語った。